ハゲワシは、鳥類高め高かのうち死肉を主な餌とする一群の種の総称である。かつて競技には黒ハゲワシの標準は妙だった。旧大陸の定位度に生息し、英語ではオールドワールドバルチャーと呼ぶ。似た生態で新大陸に住むコンドルかカ,カターティデイとは類縁関係にない。またハゲタカはハゲワシ類、またはコンドル類の属称である。かつては、 ハゲワシアカ、イージェパイニーとする説と、二つの系統からなる、多系統であるとしハゲワシアカ、イージェパイニーヒゲワシアカ、ジピータネに分離する説とがあったが、それぞれの赤にどの種を入れるかは確定しなかった。分子系統によりに赤に分離され、それぞれに属する種も確定した。翼を広げると、時には3メートル近くになる巨大な、モーキミンドハゲワシニアカには9属16種が属す。 属、種は、国際鳥類学会議による。ハゲワシ属ジップスはハッシュからなるがそれ以外は、単型属である。日本では黒ハゲワシのみが稀な名鳥として、記録されている。このうちヒゲワシ赤のヒゲワシは和妙に、ハゲワシがつかないが、英語ではバルチャーがつき、生態は、ハゲワシ的な不肉食である。一時ブラウンアマドンにより、 ヤシハゲワシジッポハイラックスが、ハゲワシから、ウミワシ類が進化する際の、繊維型だとされウミワシ赤ハリーッタネに移された。ただし実際は、ウミワシ類は、ハゲワシのどちらの赤とも近縁ではない。一時ラーナーミンデルにより、マダガスカルヘビワシユトライアキスが、中ヒワシ赤から、ヒゲワシ赤に移されたが、その後ハチクマ赤に移された。生態は、ハゲワシ的ではなく、 蛇は種類のように蛇などを捕食する。ありがとうございます。